ビデオゲームの大ヒット。市場のほとんどを占める任天堂はビデオゲームの代名詞。それが変わった。セガ。新しいゲームを作ることは難しかった。セガが成功するかどうかわからなかったが、ともかく任天堂は挑戦する相手としてはとてつもなく強固でした。マリオの対抗馬となり得るのはソニック・ザ・ヘッジホッグ。なんだって？任天堂が追い落とされないよう慣習を確立しました。負けられない戦争でした。常にお互いが出し抜き合ってました。なんとプールにソニックのバルーンが沈んでたことがあったんだ。しばしば大声を張り合ったものです。怒り浸透だった。機会が出てくるとは思わなかった。これからも戦い続けるというメッセージをセガに送りました。困難ばかりだった。信じられないよ。準備はいいか？